なんか夜になった時に考えたらあのお母さんのあの投稿本当に、まあ、終わっちゃった手紙終わっちゃいましたねっていうなんか思い出しますね。このあのルオのお母さんの時のあの文章を思い出すんですけど、ありがとうございます。わじわじワルツですね、はい、次わじわじこの曲の説明 したいですどうぞどうぞあのわじわじとはムカつく、もう胸、ね、ムカつくっていう意味があるんですけど、最初にニービチって出てくるんですけど、ある男女がいて、ニービチはいつするのって女の女性の、ね、方が彼女が聞いたら、それとなんか聞いたら、この男の方がいびきをかいて居眠りをしているんですよ。どうですか、自分がいた時のこと考えたらムカつきますよね。でそしたら次はそれもムカつくけど、次はねたまにはフランス通りだよって言ったら、いや俺はいつものソーキそばがいいって言うんですよ。いやわかるわかる、なんか自分のなんかものを大事にしているのはわかるんですよね、このふるさとのものをね。でもね、女の子って行きたいじゃないですかね。だからやっぱ女性はちょっとわじわじしちゃうというか、そういったねそういったなんかそういうそうわじわじムカつくとこもあるんだけどね、ほらわじわじだけどムカつくんだけど、だからちょっとアファーはちょっと変な感じ、ちょっと気まずいけど、でもそんなね海が好きな男に惹かれたんだよっていうね。でお父さんとお母さんもその男の子に惚れて、結局みんなで惚れてハッピーエンドっていうとても素敵な歌となっておられますはい、楽しい。なんかツンデレなね、うん、女の子ですよね、うん、この曲、長いな、すみません、すみません、すみません。ニービチはちなみに結婚っていう意味です、うん、そうですね、うん、この曲の時に千奈先生がなんかこの曲は春日、うん、春日みたいだねっていう風に、うん、言ってくれたんですけど、わじわじイメージがあるんですかね、うん、そうかもしれないね、わじってる、いつもわじっていそうって思われたんですよねでもさ、結婚するって聞いてそう、うん、なんとちょっと意味じゃなくて、結婚したいしたいって意味じゃなくて、さりげなく聞いてそう、いつするのいつするみたいな、さ寝てるからこそってムカつくな、もういいや感じなんかでも一応優しさを感じますよね、いいこの女性からの、うん、なんか多めに見てるよ全部みたいなねえ、なんかわじわじされてる側なんですけどね、いつもなぎねみでへなんかこの曲あれなんですよね、当時のネーネーズさんから、うん、ネーネーズのメンバーから聞いて、若い方言聞いて、うん、沖縄その時の作られた曲でもあるんですよね。若者方言っていうのを知りたいということを先生に言われて、いろいろ全部あげて、あんまり使われてないですね。シネアファーしか使われてない。シネアファーぐらいだね。おっとと使われてるの。なんか私たちはシニアファーってなんか超変なみたいな、なんかちょっと変なじゃんみたいな感じで気まずいみたいな。そうそうそう、うん、使うんですけど、うん、この曲の中では呆れているっていう様子で使われてる言葉ですね。なんかイライラするし、うん、呆れるんだけど、うん、結局その男性のことが好きで。うんうんっていう女性のこのなんだろう、かわいい、うん、かわいい、ね、かわいい、うん、恋心、怒ってるけどにやけてしまう、好きじゃん結局ってまあまあマジ切れではないマジ切れではないから、ね、愛のある、うん、そうそう切れ具合、そうだね、呆れ具合、うんうんうん、そうだねそうだね、もうわじわじみたいなぐらい、そんな人って知ってたけどさ、実際やられたらさ一応わじわじするさそうだね、確かにだけど好きだばよみたいな愛してる、まあ、いいけどよみたいな、まあいいけどよ一応ムカつくよみたいな、合わせ漁港で、中部にある合わせ漁港で作ったっておっしゃってました、うんうん、はい、ヤシが好きだばよみたいな感じの確かに曲ですね。でもこの曲を知ってこんなことされたらわかんないけどなんかあれかも、怒っちゃわないかみたいな、なんかなるかも、なんなん妄想の世界が出来上がってる、わかんないんですけど一人だけ妄想タイム、はいね、そう、続きまして、はい、贈り物、うん、贈り物、はい、贈り物です。じゃーちゃっちゃんちゃんちゃらちゃらんちゃら、元気がもらえる歌ですね。そうですね、ビッグバンドで、うん、
ビッグバンドの時はどんな感じだったんですか、この音源を作成した時。どんな感じ、もうずらーって楽器が、スマイルツゲザーを撮ったスタジオ、はいはい、私たちが歌った壁を背にしてビッグバンドがブワーっとって、その当時のメンバーの中本真希奈、4代目ですね、のお父様のビッグバンド、ジャズバンドだったんです、中本正邦さん率いるビッグバンドだったんですが、中本正邦さんがその向かいにいて、キーボードあって指示出して、っていう感じで、歌はその時には撮ってないですけど、ドラムだけはちょっとリズムが狂ったりするのかな、なんかちょっと大きい音とかがあるので、もう一個の部屋に行って、すごい迫力でしたね、すごかった、じゃあおしゃれ、このそれに合わせて歌いもしたんですけど、気持ちよかったですね。いやいいな、歌ってみたい、貴重な、そうですね、いいなー、ね、いつかビッグバンドで音源ね、やりたいです。すごい気持ちよさそう、ね、めっちゃおしゃれですもんね、この曲、音源が。ローなんか嬉しいことがあったんだよ。あ、そうなんですよ、やっぱレコーディング緊張していてですね、この歌ソロの部分があるんですけども、そこを撮ってる時もう多分緊張してて固まってたんだと思うんですけど、それを千奈先生が見て、ルオン元気よく歌え、笑顔で歌えって言ってくださったのが、とっても嬉しくて、なんかもちろん聞いてくれてるのは、なんだろう、分かってた、分かってね、聞いてもちろん当たり前なんですけど、見てくれてたというかなんて言いますか、そう、とてもなんかそれが嬉しくて、緊張してるのね、分かってくれた、そうなんです、緊張したんですけど、もうそれが嬉しすぎて、笑顔がに変わって、もう100の120ぐらいの笑顔で歌うことができて、もう元気いっぱいでした歌った時いつもいっぱいなんですけど、もうこの時は100を超えて、もう元気すぎました、ぜひ元気届いてますようにこの曲のね、最後に実はりんちゃんの小学生時代のりんちゃんの声が入ってるんですよ、ね、コラボそうですね、小学校3年生の時に、おじについてこいって言われて行ったところがレコーディングスタジオで、まさかのそしたら千奈貞夫先生がいて、天ぷらがあったんですよ、でも、もうリンは何が起きてるかわからないから、もうローンみたいにさ、緊張してさ、もう手足も冷えてから、あ、今から何が起こるのって思ってたのに、先生がウリエ、カメカメって天ぷら食べなさい食べなさいってしてくれて、そんな思い出もある曲だし、なんか過去の自分とコラボしてるわけだから、なんかあれから10年経ったんだなと思って、10年前の自分とコラボってなんかめったにない経験だなって。嬉しいですね。いや、ないよ、本当にありがたいことだなって、ね、先生もレコーディングにリンが参加したの覚えてくださって、お前これ参加したんじゃないかって言われて嬉しい、はい、って大体のコーラスがあんたの兄弟入ってるでもこれは大体の子供のコーラスあんたの兄弟入ってるから、ナギネと安子先生のおかげもありますねいや、兄弟が多いってありがたかったですなかなか子供たちと集まらないですから、でもこの贈り物は家族でも、もう子供の集団ができますからそう、確かに8人、初見の方あれなんですけど、私8人兄弟いまして、もう本当にナギネと安子先生のおかげでこういうありがたい経験も分からないですけど、逆にいてくれて、たくさん子供がいてくれてありがとうとお母様に伝えてください、母にも伝えておきます、伝えていてくださいコーラスで子供の声欲しい方は小浜家、はい、どうぞご依頼をよろしくお願いいたします、どうぞお声掛けお願いします、とっても元気いっぱいです、はい、私まではい、